あーくそ、また負けた。いいか都、お前が大きくなったら絶対にジャイアンツに入って優勝させろ。いや女の子には無理でしょ。何ドライなことを言っとるんじゃ。夢はびっくりじゃぞ。はいはい、お父さんも都ちゃんも楽しそうね。私は都、中学3年生。父の実家で今両親と祖母、おばと暮らしている。今のは祖父との思い出だ。昨年他界した祖父は大のジャイアンツファンだった。私は祖父と野球を見るあの時間が好きだった。今は家で過ごすのは苦痛でしかない。それは両足が義足のおばのことを両親と祖母が見下すから。おばは在宅秘書として仕事を頑張っているから私は尊敬している。それなのに。ねえ美也子、野球なんて見てないでショッピングに行きましょうよ。な、出かけようぜ。家にいてもつまんねえだろ。いい、私はジャイアンツを応援する。なんでよ、お父さんそっくりね。あ、美也子ちゃん、そういえばジャイアンツのチケットが当たったんだけど、いる？え、くれるの？うん、いる、ありがとう。ちょっと、あやみ、やめてくれない？そのチケット貸して。祖母はおばからチケットを奪い取り、真っ二つに破いてしまった。え？ええじゃないわよ。ったく、本当に余計なことしかしない。都には女の子らしいことをしてほしいの。ったく、あんたはただでさえお荷物なのに。足もなけりゃ頭も足りないんだな。本当にどうしようもないわね。ちょっと三人とも、それはひどいでしょ。それに、ジャイアンツのチケットに何してくれてるの？あら、都ちゃんはこんな子でもかばってあげるのね。えらいわ。でもね、都ちゃん、世の中には必要な人間といらない人間がいるの。おじいちゃんとあやみはいらない人間。だから神様はおじいちゃんを天国に連れて行ったし、あやみの足も持って行ったの。どうせなら足だけじゃなく、全部持って行ってくれればよかったのにな。冷えてる。最低。もう行こう、あやみさん。私の部屋でジャイアンツの試合を見ようよ。今日の先発は智之。熱いよ。うん。私はあの人たちが大嫌い。祖父が生きている時はそんなことなかったのにな。いや、あったのか。私がジャイアンツに夢中で気づかなかっただけかもしれない。そんなある日のこと、私が学校から帰ってくると。おい、ちょっとその足についてるおもちゃ貸してくれよ。え？何言ってるのお兄ちゃん。お前の話をしたら友達が見たいって言ってさ。だから今日の飲み会に持ってくんだ。ほら、外せよ。ああ、それいいわね。飲み会が盛り上がりそうじゃない。ほら、私が外すの手伝ってあげる。本気で言ってるの？義足がなかったら私が歩けなくなるでしょ？飲み会に持ってくなんてやめてよ。あんたなんて家にいるだけなんだからいいでしょ。いいから外しなさい。これくらいなんてことないじゃない。いつも私たちが養ってあげてるんだから。やめてよ。そうして祖母は無理やりおばの義足を外そうとし始めた。何やってんの。あら、都ちゃん、お帰りなさい。なんだ、帰ってたのか。ただいまぐらい言えよ。話聞いてた。義足を飲み会に持ってくなんてありえない。頭にウジ虫湧いてんの。都、なんてこと言うの。撤回しなさい。撤回？私はその必要ないと思うけど。あんまり頭悪いこと言ってると、これ。な、私は父が大切にしている車のキーを見せた。勝手に乗って電柱にぶつけてくるから。あ、はあ、お前正気か。正気も正気、大真面目だけど、なんか文句ある？わかったよ。義足を持ってくなんて冗談だって。だから返してくれよ。ねえ都ちゃん、落ち着いて。私たちの悪ふざけが過ぎたわ。冗談に思えなかったけどな。これが神聖同キュンってやつか。こんな人たちと遺伝子が一緒ってことが恥ずかしくてたまらない。これで少しは両親と祖母が落ち着けばいいんだけど。そう思っていたけど、その日の夜、私が2階に上がると下の階から父の怒鳴り声が聞こえてきた。おい、お前のせいで都がどんどんおかしくなっていく。そうよ、去年まであんなこと言う子じゃなかったわ。あやみさんのせいで都は変わっちゃったの。
あんな物騒なこと言う子じゃなかった。そんなこと言われても、みやこちゃんは去年からとてもいい子ですよ。あんな素敵な子はいないですよ。あなた、やっぱり感覚がずれているのね。もう限界。昨年まではお父さんがいたから、あやみのことをうちに置いてあげてたけど、もうあの人はいないからね。そうだな。むしろ今までなんで家に置いてやってたか不思議なくらいだ。親のすねかじりは出ていけ。すねかじり？むしろ生活費は私が全部払ってたじゃない。私が在宅秘書として稼いだお金で。もういいよ。わかった。明日の朝準備して出ていくね。いや、今すぐにだ。早く荷物をまとめて出てけ。え？もうこんな時間だし。何？出て行かないって言うの？明日出てくって。荷物の準備もできてないし、ホテルも今からじゃ取れないよ。ちっ、あくまで口ごたえするんだな。とことんムカつくやつだ。出て行かないって言うなら。私が心配になって下に降りると、父は祖父が草野球で使っていたバットを姉に向けて振り上げていた。祖母と母は後ろでニヤニヤ笑っている。ちょっとお父さん、何してるの？みやこ、起きてたのか。お前もよく見とけよ。俺はもともと高校球児だったんだ。俺のスイングを見とけ。やめて。父はそのバットをおばの義足に向けて振り下ろした。そしておばの義足は真っ二つに折れてしまった。信じられない。たまみろ、出てかないともう一本折るぞ。ちょっと待ちなさい。お父さん、バット貸して。お父さんのやり方じゃ全然ダメ。みやこちゃん。お、みやこもやってみるか。もう一本はみやこが壊してやれ。任せて。おじいちゃん直伝の秀樹並みのスイングで壊してあげる。え、やめて、みやこちゃん。やりなさい、みやこちゃん。そして私はダイナミックに構えてバットを振った。え？みやこ？なんで私の化粧台を？ごめん、失敗しちゃった。おじいちゃんが言ってた。3回失敗しても1回成功すれば上等だって。一郎だってそうだしね。もう一丁。なんで私が大切にしていたツボを？ごめん、なんか調子が悪いみたい。外で一回素振りしてくる。ちょっと待て。そして私は外に出て、あるものをぶったたいた。私はそのあるものから取れたものをお父さんに渡した。ごめん、素振りしてたら車のエンブレムが取れちゃった。俺のベンツちゃんが。なんてことしてるの？お父さんの大切なものに。お父さんだってあやみの大切なもの壊したでしょ。次はあんたたちの足を壊そうか。実は私、おじいちゃんにジャイアンツを優勝させろって言われたから、こっそり毎日素振りしてたの。スイングには自信がある。え、待ってよ。その時、割れた壺の中から何かが出てるのに気づいた。何この写真。あ、は？何よこれ。そこから出てきたのは、大量の夜のお店の女の子の名刺。へえ、父はこんなところに行ってたんだ。どういうこと？信じられない。借金の請求書もあるね。借金までして夜のお店に行ってたの？お風呂屋さんの名刺もあるじゃない。違うんだ、話を聞いてくれ。その後、父と母、祖母は取っ組み合いに。私の一振りはこの人たちの大切なものを壊しただけでなく、3人の仲も壊したみたい。その後、警察まで来る騒ぎになってたらしい。詳しく知らないのは、私とおばはタクシーに乗って病院に行ったから。義足を無理やり外されたため、念のために病院に行ったのよね。でも特に大きな怪我はなく無事だったよ。何がどうなったかわからないけど、その後争いの末、父は下半身不随になり、両親と祖母は警察に捕まった。父はおばの義足を壊した罪、母と祖母は傷害罪で、現場にあったバットが赤く染まってたらしい。どんな争いを繰り広げたのか。こんなのが身内だということが恥ずかしいよ。あ、ちなみに義足は父に弁償させたよ。そして私は今、おばと二人で暮らしている。
事情を知ったおばが働く会社の社長が安くアパートを貸してくれたんだ。みやこちゃん、土曜日一緒に買い物に行かない？冬服を買いに行こうよ。いい。土曜日のジャイアンツの試合のチケットがあるんだけど。一緒に行く？行く、絶対に行く。土曜日の試合は浩二の引退試合、行くに決まってるでしょ。そう言うと思った。その代わり日曜日買い物付き合ってね。仕方ないな。私は今おばとジャイアンツと共に幸せに生きている。おじいちゃん、今年のジャイアンツは強い。必ず私の応援で優勝させる。絶対にいい報告をしに行くから、お墓で待ってて。優勝ペナントを備えるね。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。